ご自身の座席を離れてのカメラ、携帯での写真や動画撮影は禁止されております。またフラッシュを使用しての写真撮影は選手のプレーの妨げとなりますので禁止されております。お手元のカメラのフラッシュ機能がオフになっているか今一度ご確認をお願いいたします。終了いたします。お戻りください。ではキッズの皆さん、選手の方を向きましょうか。後ろぐるっと向きましょう。では選手の皆さん、ノートの方をお渡しください。ではキッズの皆さん、選手とハイタッチをしながらご退場ください。本日エスコートキッズを担当してくれました、大阪スポーツグループに招待された子どもたちの皆さん、ありがとうございました。JT マーベラス VS PFU ブルーキャッツの試合を開始いたします。Referee.
大阪スポーツチーム JT マイブラスの試合観戦企画を代表して豊田圭介が出だしのところで相手に先行先制される場面が多くて、おサーブで攻めてもアウトケースで自分たちがやられてしまうケースが多かったんですけど、後半に向けてブロックとディフェンスのところで修正できたのかなと思います。まさにね、1セット目22対25、そして第2セット25対23で、ここは取り返したという感じだったんですが、チーム内でこれどういうお話があったとかありますか？そのブロックのところで相手のアウトハイセットに対しての位置取りとそのレシーブの関係っていうところをもう一度改めて話しました。ここからね、3セット取るという流れになったんですが、そしてね、次回1周休んで加古川でのまたホームゲームということになります。何か修正ポイントみたいなところはありますでしょうか？2日間通していい形でレシーブができた時のアタックの決定っていうのがまだ少ないので、取れるところでしっかり決めきれるようなコンビっていうのを作っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、今日まあ地元大阪ということもありますが、ホームゲーム、たくさんのお客さん来てくれております。どうでしたか、ホームゲームの感じは？緑が多くて、はい、自分たちが点数決めた時にすごいパチパチしてくれて、はい、嬉しかったです。ありがとうございます。皆さん応援して、ね、今日は会場に足を運んでくださってありがとうございました。ありがとうございました。本日の VCOM、リーグはまだまだ続くし、再来週はまた加古川でホームゲームがあるので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の番号1番西川由美選手でございました。ではね、こちらのボールの方にサインを書いていただきまして、この後ね、会場のどこかに、投げ込みたいなと思いますので、では皆さんね、この後アピールする準備をお願いします。立ち上がらないようにだけお願いします。お席に座ったままで、では皆さんアピールよろしく。バリカチということで、本日の勉強で背番号1番西川選手でした。ありがとうございました。
24 V リーグディビジョン1女子大阪大会マッチナンバー336トヨタ社会クイーンシーズ対黒部アクアフェアリーズの試合を開始いたします。
Checking.
して、そしてキャプテンとしてどう挑みましたか？まずは自分のこととチームのこと、チーム、仲間のことを信じて強気で戦おうと思って挑みました。ありがとうございます。次は一周空いて次のホームゲームに向けて意気込みを聞かせてください。ホームゲームは毎年すごく盛り上がりがあって、私たちにたくさんの力を与えてくださるので、まあ、その力をしっかり糧にして、勝利を、ファンの方と一緒に勝利を分かち合いたいなと思っているので、来週1週間空くので、そこでまた修正するべきところを修正してチームとしていい方向に向かっていけたらいいかなと思います。昨日今日とこの会場に足を運んで熱い応援くださったファンの方々にメッセージをお願いします。はい、応援ありがとうございます。どの大会でも黒部アクアフェアリーズに熱い応援をくださり、私たちはすごく力をもらっています。これからまだリーグ戦は続くので、昨年よりももっと皆さんと一緒に勝利を